キリュウさん、キリュウさん、もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ起こすのが気の毒になるくらい。そうか、悪かったな。あ、それとさっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが、逃げられたって。アカネさんとラニはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。分かった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。はあ、分かった。南波さん。ああどうも。あのどうでした？ご本人も認識されていますが、症状がかなり進んでいます。正直こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか？医師の立場としては今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でもせめて在宅で安静にして療養するか。はい、でもきっと。ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか？何かのきっかけでお考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながらあの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる、そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。本当なんでなんでしょうね。どうぞ。ここ一番の家なんです。汚ねえとこですみません。すぐにもっとゆっくり休める場所を探しますから。いや、そっちさえ構わなきゃここがいい。ホテルに泊まるより人目につかねえ。俺もう死んだことになってる身なんでな。そうでしたね。花輪さんからも言われてますよ。人前で呼ぶときは鈴木太一さんでって前にも使ってた偽名なんだ。気を使わせちまって悪いな。まあそんなことより、ねえ桐生さん。ん？聞いた話じゃあんたもう治療しないってことだけど、そいつはどうなんですかね。医学は今この瞬間も進歩してるし、もう少し粘ったって罰は当たらねえ。よかったら俺もいろいろ当たってみますよ。何かがんの新しい治療法とか。いいんだ、構うな。それについちゃ大道寺の連中も散々調べてくれた。俺なりに何もあがかなかったわけじゃねえんだ。せめて茜さんたちが見つかるまでは持ってほしかったんだがな。これからって時に
方が来ちまった。思い通りにいかねえもんだ。キリオさん、失礼しますよ。ああ。もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか？ダメですよ。それじゃあ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな。パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。ネットで分かりそうなことはほらあのエイちゃんってのがやってくれてます。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。無駄だよ難波。その人に何を言ったところでね。ん？お前は客を連れてきちまいました。あ、大丈夫、信用できるやつですから。どうせ一人にしたらまた調べ出すに決まってる。不毛なことは承知の上でな。確かコミジュルの、孫妃ですよ。覚えてました？今はハンピン・リューマンも束ねる偉人町の顔役です。私はあなたと同じ日陰者だ。周りには死んだことになってる人間が他にも大勢いる。だから私と会ったところで大道寺の人間は気にしないだろう。なんでここに？病気の人間に挨拶させる手間を省いてやったんだ。それに裏社会での格はあんたの方が上で、こちらから挨拶に出向くのが筋ということにしておこう。俺がチクったわけじゃないですよ。こいつ桐生さんが来てることをあっという間に嗅ぎつけてて。そういやこの町の情報はコミジュルに筒抜けだったな。座ってもいいか。とりあえず万病の薬を持ってきたんだ。一応元看護師の身としてはおすすめできねえんだけどな。伝説の竜が起こしたあらば手ぶらで来るわけにはいかないだろ。なるほど、春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのはあの愛嬌のせいか。愛嬌ね。まあ言えてる。ああ、それがあいつの不思議なとこだ。見てるうちに何か力になってやりてえと思わせやがる。言いたかねえが、それがあいつの人徳ってやつなのかもな。それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな。どうした？俺の顔に何かついてるか？なあ、キリュウさん。あんた、一番好きな食べ物ってなんだ？なんだ、急に。言い方を変えようか。今日人生が終わるとして、死ぬ前に何を食べる？最後の晩餐ってやつさ。おい、どうしたんだよ、その日。今のキリュウさんにそんな話。別に構わねえよ。けどなんだろうな、死ぬ前に食いてえもんか。やっぱりね。普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ。どういうことだ？
あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる。常に誰かのために生きてきたね。兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな。え、そうなんすか。無実で親殺しの汚名を着てたんだ。で、その懲役中に消えた沢村由美を追い、その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。だが本当の死が間近なら、最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ。言ってることはよくわかるぜ、ソンヒ。その通りだ。俺もそう思うんだけどよ。はあ、なんであんたが俺にそんな気を回すんだ。コミジルの人間も似たところがあってね。かつて我々は人言派に忠誠を誓い、生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた。その呪縛を逃れたはずのこの地でも、なかなか自分の人生を取り戻すことはできない。結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ。彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ。あんたは俺のボスじゃない。ああ、だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けどここは使命として休む、気晴らしするってのはどうです。多分その日はそう言いてえわけだろ。ま、そんなところだね。気晴らしって何をしろってんだ。じゃああんたなら何をする。ん、私か。なんだよいざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか。いや、そうだな。私はよくバッティングセンターで気晴らしをする。無心で球を打つんだ。大抵は半純義に生意気な口を叩かれた時。ああ、またそういうアクティブなやつはちょっとまずいな。今の桐生さんはとにかく安静にしねえと。よしてくれ。俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ。なら、その言葉を証明してもらわないとね。ん？行こうじゃないか。今すぐに。この街にはいくらでもお楽しみがある。だがまずは一発バットでかっ飛ばすといい景気づけになるな。マジか。よし、わかった。俺も孫悲に乗りますよ。街に出ましょうや、桐生さん。どうせ横になって休む気もないんでしょ。ったく参ったな。まだマッコリが残ってるじゃねえか。伝説の極道がケチなこと言うな。飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる。何年も組織のトップなんてやると、たまには対等に口聞いてくれる相手が欲しくなるんだね。それにあんただって難波と二人じゃすぐに息が詰まるぞ。確かに言えてるな。あんた、そりゃないでしょうよ。つべこべ言わず、私も仲間に入れるんだな。この町にいる限り、異論は認めん。どうも、こんばんは。ちょっといいですか。ん？今、僕ら財布なくしちゃって。だから、お金貸してもらっていいですか。ちょっと偉人町の顔役さん、この町の風紀はどうなっとるんですか。
こんなチンピラのしつけまで押し付けるな。とはいえ、大事な客人がいるときにこれとは最悪のタイミングだな。あんたが気にすることじゃねえ。ろくでなしはどこにでもいる。ねえ、だからお金出してってば。何ボケっとしたんだ。いいよ、もうやっちゃおうぜ。それな。はあ、キリュウさん、下がっててください。なんだと。言いたいことは分かってます。でもあんたは今こんなことで体力使っちゃダメだ。あんたのエネルギーはもっと楽しいことに使ってもらわにゃ困るんだ。ああ、それに言ったろ、この町にいる以上あなたは私の客人だ。この不始末は私がきっちり責任を取る。お前らってことで、やる気ならかかってこい。中年の意地見せてやら。やってやろうぜ。なんだこれは。どうしました、桐生さん。具合悪いっすか。いや、そうじゃない。なんだ、何が見えてる。ん？そういえば春日が似たようなことを言っていた。敵がモンスターに見えるだったか。あ、それ一番が言ってたやつ。よくわからんが来るぞ。気をつけろ。気遣いには感謝する。だがてめえが売られた喧嘩を人任せにするのは趣味じゃねえ。俺も混ぜてもらうぜ。バッティングの前の準備運動だ。ったく、無理せんでくださいよ。やるか。俺の番か。出番が来たな。私に。キリュウさん、大丈夫でした？ああ、ありがとうな。おかげで助かった。なんだか逆に気使わせちゃいましたね。そんなことはない。本当だ、お前たちのおかげで俺も春日の見てた光景を見れた。俺もあいつから話を聞いたときは分からなかったが、どうやら仲間と立ち向かうのが勇者ってやつらしい。これが勇者だけに見える景色なのか。
キリュウさん、なんだよ、一番とあんたにしか見えない景色ってか。かっこいいじゃねえか、なんか。喧嘩相手が化け物に見えて羨ましいか。まあそれもそうだ。まあ何はともあれ、気を取り直していきましょう。ああ、飛ばせ。よし、はっ、よし、はっ、うん、よし、はっ、よし、ふん、うん、ふん、よし、キリュウさん、ナイスバッティング。体大丈夫っすか。ああ平気だ、すっきりしたぜ。確かにいい気晴らしになる。ありがとな、ソンヒ。おかげで楽しかった。何を言ってるんだ。これだけで満足してもらっちゃ困るね。まだまだこんなものじゃ済まさんぞ。ああ、それにキリュウさん、なんだか顔色が良くなってるよ。なんでだろうな、不思議なもんですね。
さあ次は何をしようか。そうだな、なら何かうまいもんでも食いながら考えるか。いいっすね。何食いたいですか。腹が膨れたらカラオケもいいな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせるって噂だ。まあ話半分で聞いてるが。それはいつの話だ。しばらく本気の歌を誰かに聞かせた覚えはね。話半分かどうかその耳で確かめてもらうぜ。調子が出てきたね。どうかしたか。あの桐生さん、エンディングノートって知ってます。エンディングノート、いや初めて聞くな。思いっきり大まかに言うとお手軽な遺書って感じです。残された家族とか友人へのメッセージとか、後々面倒になる遺産周りのことを書いておいたり。それは遺書とどう違うんだ。同じに聞こえるぞ。遺書と違ってエンディングノートには法的な効力がないんです。だから本当に個人的なメモ書きみたいなもんで。なんだそれは。なら書く意味ないじゃないか。いやお手軽だからいい面もあるんだよ。衣装にせよエンディングノートにせよ、そういうもんをしたためるってのは人生の終わりを強めに自覚してるからだと思うんです。まあそうだろうな。そういう心持ちの時に自分がいなくなった後のことじゃなくて残りの時間をどう使うかを考えるのにエンディングノートはおあつらえ向きなんです。これまでの人生を振り返りつつ心残りであったりとか、実はやってみたかったこととかをエンディングノートにバンバン書き出すんですよ。そんでそれを片っ端からどんどんやってみる。なるほど、心残りのチェックリストみたいなものとして活用するわけか。そういうこと。桐生さん、孫妃も言ってましたけど、あんたもうちょい自分のために時間を使った方がいい。残された時間がわずかだってんならなおさらだ。あんたが療養に専念する気がないって言うならそれは桐生さんの意思だ。俺はそれを尊重します。でもそこまでして果たしたい何かがあるならそれに集中できる環境づくりも必要でしょ。なんば、バス線で汗流しただけでも顔色がだいぶ良くなってる。桐生さん、あんたは自分を押し殺してるだけで本当はやりたいこと、やったら楽しいことがたくさんあるはずなんだ。それが何なのか考えてやってみることは時間の無駄なんかじゃない。むしろ桐生さんをベストコンディションに持っていく最善の手だと思う。元看護師として受け負うよ。ああ確かにいいかもな。エンディングノートか、一つやってみるか。え言い出しっぺはお前なんだから、いろいろ面倒見てくれよ。ええ、それはもう、じゃあ早速始めましょうや。今思いつく限りじゃこんなとこか。いいですね、結構あるじゃないですか。カラオケで熱唱いいですねいいですね、うまい酒を好きなだけ、あんまりおすすめはしたくないですけど。え、寿司銀で卵を腹いっぱい卵好きだったんですか。このなりで卵ばっか食うのもな、いい店だからカッコつけちまったのを思い出したんだ。いいですよ桐生さん、まさにそういうこと。まあ、思い返してみればこうだったとか、よくよく考えたらこうしたかったとか、そういうのをバンバン思い起こしてやっていきましょう。どれどれ、他には
若者に流行りのスイーツってやつを食べてみたい。ありったけかけって言ったのはお前らだろう。あ、すいません。いや、あまりに予想外のが続いたもんで。いや、すまない。笑い物にするつもりは毛頭ない。むしろ少しときめいてしまった。なんだそりゃ。でもマジでいい感じですよ。いや、これはやりがいがあるし、もうちょいみんなでワイワイやりたいもんだな。あ、なら欠かせないやつが一人いるな。ん？キリュウさん、これからキャバクラどうすか？ノートにはその辺書いてなかったっすけど、あんまお好きじゃ。バカ言え。これから書くところだったんだ。いや、決まりだ。もうその日、お前もいいだろ。ふん、女だっていい女は好きなんだ。もちろん付き合おう。よっしゃ、じゃあ行きましょう。いらっしゃいませ。3名様で。ああ、ご指名はございますか？サッチャ。ああ、いや、サエコさん頼むわ。かしこまりました。失礼します。3番テーブルご指名です。ごめんなさい、失礼します。ちょっとランちゃん。キリュウ、何このメンツ。そっか、キリュウさんがガンだったなんてね。俺も最初に聞いた時はショックだったよ。けどこの話はもう一周回って、今は次のステップだ。それがエンディングノートのリスト？ああ、こうなりゃ何としても全部達成してほしくってさ。俺と孫輝でがっつりサポートするつもりよ。なるほど。なんかそう聞くと燃えてくるね。そこでなんだがな、さっちゃん、俺と孫輝だけじゃちょっとだけ心細くてよ、もう一人仲間が欲しいんだ。ふんふん、じゃあそれが私ってわけ？そういうこと。手伝ってくれるか？当たり前でしょ。むしろ私を外しちゃお話にならないじゃん。安心して、キリュウさん、私がどこにだって案内してあげるから。迷惑じゃねえのか？何言ってんの、水臭い。またみんなでやろうよ、前みたいにさ。それにほら、ナンちゃんとソンヒだけじゃ花がないんじゃない？面白いことを言う。なら、その花とやらがどれほどのものか見せてもらおうじゃないか。オッケー、相手に不足はないってところね。おい、今何が起きてるんだ？チームが一つにまとまったってやつですよ。というわけで、よろしくどうぞ、キリュウさん。よし、これでさっちゃんも決まりだ。じゃあまずはキリュウさんご所望のカラオケ行こうぜ。正直少し意外だった。ん？お前はもっと桐生さんに療養を迫るかと思っていた。職業的な立場からしても、ね、そうしたいのは山々だけどよ。ほら、北風と太陽だ。ん？桐生さんがああ言ってんだ。滅多なことで気持ちを変えられるもんじゃねえ。けど医者が言ってた。何かのきっかけで考えが変わるかもしれないってよ。だから作戦変更だ。桐生さんに思いっきりやりたいことを楽しんでもらう。そんで
生きてるって最高って感じてもらうんだ。そしたら生きようと思い直すかもしれない。そういうこと。後でサッチャーにも言っとくつもりだ。このエンディングノートの真の狙いってやつをな。孫妃も頼むぜ。あの人を黙って死なせてたまるかってんで。ああ、全く同感だ。ここはね、キリュウさん、俺らの行きつけなんですよ。サバイバーっつってね。マスターはちょっとこわもてですけど、根はいい人なんで大丈夫。偉人町で歌聞かせたいならここしかないわよね。どうもマスター、新しい客連れてきたぜ。うん、こちらは鈴木太一さん。もしかしてお知り合い？いえ、どなたかと人違いされているんでしょう。はじめまして、サバイバーへようこそ、鈴木さん。昔よく似た人がいたんだ。だがマスターの言う通り人違いだった。失礼しました。いえ、どうかお気になさらず。こちらこそよくある顔なもんですから。あの二人知り合いか？そうなのかな、うん、ただの人違いだったんだろ。私たちは歌いに来たんだ。さ、始めようじゃないか。ええ、どうぞ。本日は貸し切りにします。どうぞ心置きなく楽しんでください。ありがとうマスター。なのね、夢を追って傷ついて。ハワイにいた時はどうなるかと思ってたけどよ、キリュウさん、だいぶ元気になったように見えるぜ。これも孫妃とサッちゃんのおかげだ。水臭いんだってナンちゃんは。もっと気楽に頼ってよ。私だってキリュウさんには恩義がある。やれるだけのことはさせてもらうつもりだ。だね、私も偉人町の人間としてはキリュウさんに恩返ししたいし、何よりもしかすると助かるかもしれないのに放っておくなんてできないって。二人がいてくれてよかったぜ。俺一人じゃさすがに荷が重かったからよ。なんなのよこの涙、バカみたい。お上手でした。ええ、最高でしたよ。噂は本当だったな。堂島の竜はなかなか歌を聴かせる。ちゃんと聞いてなかったように見えたぜ。まさか、聞いてましたよ。まあ別にそんなんでへそ曲げるわけじゃねえがよ。だから聞いてましたって。誰だ、次の曲だぞ。どういうわけだろうな。え、次の曲も俺だ。いや、絶対ワンダットでしょ。レールから外れた、なら盛り上げていくか。入れるぞ愛の手、燃やすぞ魂。おっしゃー、おっしゃー。 Breaking the law、 Breaking the world、 壊せ、切り裂けてんだね。Breaking the rule, 六方を
拳が俺たちのジャッジメント。ちょっと失礼するよ。おう、早く戻ってこいよ。いやー、キリュウさん、今日楽しいっすね。俺はおかげでいい気分ですよ。本当？あー、マスター、おかわり。私だ。どうした？重要な連絡だろうな。私はしばらくお楽しみだと言ったはずだ。分かってるよ。でも仕方ないだろう。ずっと憧れの桐生さんと一緒なんだから。よう、ソンヒ。なんだよ、また眉間にシワ寄っちゃってるぞ。そうか、そんなことはないだろう。仕事の話じゃねえのか。あれれ、桐生さんと遊ぶより大事な仕事なんてある？別に大した要件じゃなかった。ただちょっと気がかりな情報ではあった。なんだよ、気がかりな情報って。青龍会に妙な動きがある。組員を増やして勢力を急拡大させているんだよ。あれ、なんだよ、そんなことも知らなかったのか、あのコミジルが。あそこは頭の海老名ってのが極道の第二次大解散を企画しててよ。それで元登場会やらのヤクザに声かけてんだ。ああ、俺も春日からそんな風に聞いてる。行き場のない元極道たちに受け皿を作る。それが第二次大解散の目的だ。そのため一時的に青龍会の杯を受けさせて仕事を与えている。港の倉庫でゴミの保管ビジネスをしてるのもその一環だ。春日がハローワークでやってた慈善事業の拡大版と言える。なんだよ、やっぱり知ってたんじゃねえか。だがな、どうも今青龍会が組に引き入れている連中にはまっとうに社会復帰できていた者もいるらしい。それも少ない数じゃない、100人単位だ。え、なんでそんなこと。ちゃんと社会復帰できたんなら青龍会に行く理由はないはずでしょ。海老名の言う社会復帰のための一時的な受け皿ってのは表向きのきれい事で、本当の目的は別にある可能性が高い。確かなんだ。それは無礼な質問だな。コミジルの情報網を束ねているのはこの私だ。まあまあ、でもよ、なんかの勘違いかもしれねえだろ。社会復帰できてたって、実は本人的にはやりたくもねえ仕事で嫌気がさしてたとか。確かに元ヤクザたちそれぞれの事情までは知りようもない。私が気がかりな情報だという理由はもう一つある。青龍会はね、ゴミビジネスの拠点を横浜からハワイに移そうとしているんだよ。何？最近青龍会の杯を受けた連中はみんなハワイへ向かうことになる。ついこの間まであなたがいた場所だ。これは単なる偶然か、それとも何か意図的なものかな。何なんだよ、ハワイに何があるってんだ。青龍会の人が誰かハワイに縁があるとか。そういや、春日にハワイへ向かうように言ったのは確か。それなら沢城ですね。元荒川組の頭で荒川真澄の右腕だったやつです。そんで茜さんが生きてたことをずっと一人腹ん中に隠してた。それが今は青龍会で海老名のすぐ隣に立っている。じゃあエンディングノートのリストに一つ追加した方が良さそうだ。沢城と話すっての。そういう使い方もあるんですね。青龍会の本部はすぐそこだったな。ああ、
だが今は沢城やほとんどの幹部たちは異人町にいない。増えた組員のためにここ1週間ほどで別の支部を立ち上げたんだ。もし桐生さんに行く気があるなら明日私が案内しよう。そうか、分かったよ。おい、はい。はい。ほう。ありがとうございます。キリュウさん、それでは。これが青龍会の。ああ、新しい支部だ。そしてここはかつての東城会本部施設だった。大解散の後ずっと無人でいたわけか。それを今になって青龍会が。異人町以外にここが必要なほど連中は組員を増やしている。話には聞いていたが、実際この目で見るとやはり青龍会の動きは穏やかじゃないね。キリュウさん、この場所に東城会以外の者が我が物顔でいる。そんな光景を見る日が来るとはな。行こう。遠くから見ていたって沢城や海老名と話せるわけじゃない。桐生さん、あんたはあまり目立っちゃまずい。もし素性がバレたら面倒だろう。ああ、そういや、孫姫か。よっしゃ、俺が行ってくる。
どうも、俺は難波ってもんで、沢城さん、こちらにいらっしゃいますよね。何かご用で。いや、俺はその沢城さんと古い知り合いっつうか、この間ハワイまでの旅費も出してもらったんで、ご挨拶したいなと。特にお約束いただいておりませんので、お引き取りを。まあそう言わないで、ちょっと話がしたいだけなんですって。俺たち沢城さんに聞かなきゃならんことがあるんです。お通しできません。理由はさっき言った通りです。なんだよもう。じゃあ海老名さんに言ってもらえませんかね。若頭の俺は海老名さんともこの間話してますから、伝えてもらえれば分かりますって。ダメだっつってんだろ。ぶっ殺されてえのかおっさん。青龍会若頭補佐の奈良崎と申します。何か行き違いがあったようで大変失礼いたしました。話せそうなのが出てきたね。海老名の頭より客人として案内するよう言いつかりました。お名前の詮索も不要とのこと。奈良崎さんがわざわざこいつらを。若いのは物を知らん。しかしここまでとは思っていませんでした。まさかあなたの顔も知らんとは。改めてご無礼をお詫びします。沢城と話がして、どこにいる。まあそう焦らず、どうぞお入りください。そいらっしゃいました。歓迎しますよ。青龍会の沢城と申します。随分横行な出迎えだな。驚かれたなら申し訳ありません。ですがこれも必要なことなんです。なんせ東条会近江連合なき今、全国の極道の旗印となるのはうちなんですから、それなりの意向ってもんを示さなきゃ。連中をまとめ上げることなんてできやしません。下っ端並べて客人に睨み聞かせることがお前の言う意向ってやつか。恐れ入ります。さあ立ち話もなんですから、どうぞ奥へ。頭の海老名もお待ちしています。そこの奈良崎がご案内差し上げます。案内は無用だ。なるほど。まだ頭の方は体ほど衰えちゃいないわけですか。なんですって。あんた今なんて言った。おい待てって、さっちゃん。いつかこの続きをしてやってもいい。だがただ火遊びしてだけなら今日は急いでるんだ。別の日にしろ。
へえ。どこにでも行けそう。へえ。ほう。いや。あの、ほう。ああ。あの、おい。ええ。やはりご案内すべきでしたかね。迷われたのかと思いましたよ。引っ込んでろ。案内は間に合ってると言ったはずだ。東条会の四代目として今のこの場所がお気に召さないことは察しがつきます。ですがつい最近まで廃墟だったのを我々がここまで直したんです。お前が海老名か。ええ、沢城さんのことは紹介するまでも。ああ、日本中の極道を引っかき回した男だ。無所に入ってたはずが本当に出てきたんだな。俺をご存知だったとは光栄ですよ、桐生さん。どうぞ皆さん。キリュウさん、俺と話す気があるならその椅子には座らないでもらえるか。ああ、
なんだと。そこは登場界のてっぺん取ったもんが座ってた椅子だ。俺は昔そいつをめぐって何人も死んだ組織の生き残りなんでな。あんたに悪気はなくとも、知らねえ奴がそこに座られちゃ愛想よくはできねえ。てめえ立場わきまえろよこら。いいんだ奈良崎。頭、今のがまさに私の期待した伝説の竜だよ。改めましてどうかおかけになってください。では始めましょうか、桐生さん。清流会が組員を増やしてんのは行き場をなくした元坊の受け皿になるため、そういう話だったか。ええ、仇の世界は一度裏に足を踏み入れた人間に厳しいもんで。でも社会復帰できそうな人にまで声かけて組に入れてるって聞きましたけど、孫飛が手に入れた確かな情報です。元坊の社会復帰はあなた方の想像を超えて脆いものです。彼らには確たる居場所が必要だ。それは安定した雇用と言い換えることができる。組に入れているのはあくまでそこへ至るまでの一時しのぎです。清流会はその雇用をハワイに用意するつもりらしいな。さすがはコミュジェルの女王、お耳が早い。我々には縁あってハワイにビジネスパートナーがいるんです。ビジネスパートナー、桐生さんはご存知かどうか。うちで今一番でかいしのぎは捨てられないゴミの保管ビジネスです。ただしその事業は私のアイデアではありません。先駆者がいましてね。それを教えてくれたのがハワイにいるビジネスパートナーで、パレカナという宗教団体なんですよ。え、なんだと。40年前にハワイへ逃げた茜さんを救ってくれた人たちです。どうやらもうご存知のようですね。まあな。話は前後しますが、私には極道の第二次大解散のために沢城さんの知名度が必要でした。で、獄中にいた沢城さんと対話を重ねる中で個人的な心残りがあると伺った。もちろん茜さんのことです。そこで私は彼女を救ったというパレカナに興味を持ちましてね。調べるうちに彼らのゴミ保管ビジネスを知ったんです。彼らは教団で保有している島があり、そこにうちの倉庫と似た施設を持っています。ネレ島のことか。そこでパレカナもゴミビジネスを。ええ、こちらからコンタクトを取ると彼らはノウハウを気前よく教えてくれました。我々の目的が罪人の浄化であると理解し、向こうから元坊の受け入れも申し出てくれたんです。つまり最近清流会に入れたにわか組員たちはそのネレ島に。ええ、うちが横浜の倉庫でやっているのはいわば肩慣らし。ハワイでパレカナと進めている方が本命です。ネレ島はパレカナの聖地だったはずだ。信者の中でも選ばれた人間しか立ち入れない場所だと聞いている。そこによそ者のヤクザをよこすってのか。お詳しいですね。ですがそこも含めてパレカナは飲んでくれています。それにうちの連中はあくまでゴミの海運から荷下ろしまでを担うだけですから。
実際のところ島にはほとんど立ち入りません。聖地を汚すような行為には当たらない。そう先方は捉えてくれています。お前たちとパレカナの関係は分かった。その上で春日をハワイに差し向けたのはどういう意図だ。一応ハワイへ行かせたのは純粋に前々から茜さんが会いたいと言っていたからです。だから清流会の件とは一応無関係ということになります。沢城、お前は今茜さんがどういう状況か知っているのか。どういうことです。パレカナに使われているギャングどもに追われている。連中の狙いは茜さんの連れている女の子だ。捕まればおそらく命はない。なんだって。確かなんですか、その話は。その反応は知らなかったってことか。我々もヤクザです。相手の調べは入念に行いました。ましてパレカナとの提携は第二次大解散の要ですから。こっちが出まかせを言ってると。この場では水掛け論にしかならないという話です。今提示できる証拠はあるんですか。そりゃとはいえ他ならぬ桐生さんからのお話です。無下にするわけにはいかないでしょう。少し時間をいただけませんか。改めてパレカナを調査します。パレカナがもし本当に俺が言ったような連中だったらどうする。ここでもしもの話は控えさせていただきます。ヤクザが一度口にしたことがどれほど重いかは四代目ならご理解いただけるでしょう。そうか、なら今はこれ以上話せることはなさそうだ。貴重な情報ありがとうございました。状況落ち着きましたらぜひお食事でも。ああそうなるといいな。いやー、かましてやりましたね。あの沢城もずっとかしこまってやがった。ほんとヤクザの本拠地まで行ったのに全然怖くなかったもんね。しかし収穫は少し物足りなかったかな。そう、清流会とパレカナがつながってたのが分かったのは大収穫じゃない。エビナがブライスの本性を知らなかったかどうか問題だけどな。今は海老名たちの反応を待つしかなさそうだ。そうだね。そういや桐生さん、その後やりたいこと増えました。エンディングノート忘れちゃいないでしょうね。覚えてるよ。そうだな、久しぶりに本部なんて言ったからだろうな。一つ大事なことを思い出した。お、何です。あまり楽しいことじゃないんだが、墓参りに行きたい。俺の大切な人たちなんだ。全然いいじゃないですか。俺らもお供していいですか。そうしてもらえると俺も助かる。一人だと少し湿っぽくなりそうだからな。そう言ってもらえると私も嬉しいです。私たちだって
キリュウさんの力になりたいんですから。はあ、ありがとうな。よし、なら早速向かおう。道案内は頼めるな。はあ、タクシーを拾おう。どちらまで行く？それでは。すまなかったな。さあ戻るか。もういいのか。ああ、おかげで墓もきれいに掃除できたし、報告も済んだ。どんな人たちだったんですか？みんな俺の家族だ。血はつながっちゃいないが、そんなことは関係ねえ。俺の大事な家族だ。ここに来るたび妙な気持ちになる。俺は後先考えられねえ歳だからよ。誰よりも真っ先に死ぬもんだと思ってた。俺がみんなの墓に手合わせてるんだからね。キリュウさん、久しぶりに手合わせに来てみりゃ風間の粋な計らいだな。伊達さん、よう。お連れさん方は問題ないんだろうな。キリュウさん、お知り合いで。あ、ならあっちゃまずいんじゃ。大丈夫だ。この人は全部わかってる。そうか、あんた伊達刑事か。お前は孫悲だな。偉人町裏の顔役。はあ、どうやらまだ厄介ごとに首突っ込んでるみたいだな。キリュウさん、俺たち先帰ります。きっと積もる話があるんでしょ。すまないな。いえ、それじゃあまた後で。すまねえな、気を使わせちまった。だがせっかくだ、ちょいと昔話でもするか。時間はあるのか？ああ。まあ、お前と久しぶりに飲むならここだよな。とはいえ、お前はそれ一杯だけだ。俺は好きにやらせてもらうぜ。ひでえことしやがる。ママはいないのか？今日はたまたま休業日だ。そういうことにしておくよ。ありがとう。痩せたな。正直驚いた。そうか、伊達さんにはわかるか。そりゃな、お前を追っかけた時間についちゃギネス級だ。そんなに悪いのか？はあ、医者にはなんでこんな状態で外をぶらつけてるのかって呆れられたよ。別に大道寺一派に義理立てしてるわけじゃねえんだろ。ハワイで遥かに似た子に出会ったんだ。ダニって言うんだ。うん、何の罪もねえガキが
大人の勝手な都合に振り回されて命まで取られようとしてる。放ってはおけねえんだ。お前はいつもそうだな。一にも二にも人のためだ。残りの時間くらい自分のために使ったらどうだか。難波たちにも言われたよ。けどお前は昔からそうだったからな。こうなってからよく考えるんだ。思えば俺の人生はあの時、錦と由美が死んだあの時、一度終わりかけていた。それを引き止めてくれたのは伊達さんの言葉だったんだよ。俺は何か言ったっけか。とぼけるなって。かけがえのないものを守り続けろ。どうやらそれが俺の原動力らしい。ならまだやすやすとはくたばれねえな。守りてんだろその子のこと。ああ。じゃあ今は英気を養う時間だ。まだ時間はあるのか。久しぶりに会ったんだ。嫌でももう少し付き合ってもらうぜ。望むところだ。お帰りなさい、キリュウさん。結構飲んじゃいました。大丈夫だ。一杯だけにしておいた。特に問題はなかったのか。ああ。時間があればまたちょくちょく会うことにした。構わないか。もちろん。ただ酒はほどほどで頼みますよ。ああ、分かってる。本当に分かってます？本当にほどほどですよ。かなわねえな。ああ、約束するよ。それじゃあ今日のところは春日のアパートに帰りますか。